おはようございます、フラン先生。おはようございます、イレイナ。お腹が空いたので何か作ってください。どうぞ、雑草です。あの、何の嫌がらせなのです？我慢するなと言われたので、先生のために朝食を作るのがめんどくさいなという気持ちに素直になってみました。